は。みなさんこんにちは。ぬがりテレビです。ぬがりテレビです。明けましておめでとうございます。あ、そっか。え、あ、そっか。 え違うやろ。え、どういうこと、どういうこと。あ、けど今日1月やん。そりゃそうですよ。あ、ほんまや。あ、明けましておめでとうございます。そうだそうだ、そうか。昨年もね、お世話になりました。ありがとうございます、ね、2016年はい、うん、初ですよ。はあ、そうですか。初が、今日は番外編ということで。番外編でございます。初ですけども、あの、いつものお店のお兄ちゃんが、うん、明日が本番らしいんです。へぇ、しまいの、うん、あ、そうなんだ。忙しいね。足板が、あの、ジャングルインディペンデントシアター、うん、ファーストデーの、うん、明日やろな。早くね。お兄ちゃん、あの、本番ですよ、うん、あの、マスターでしょ。お兄ちゃん、ギター弾いてるらしいです、うん、あ、そうなの、うん、あの人、もうミュージシャンっていう肩書きじゃないんじゃない。あ、けど、ミュージシャンで出るんですよ。あ、そうなんですか。今回はね、あ、そうなんギター弾いてはるらしい。役者やってたりもするもんね。そうミュージシャンのところでね、うん、で、あの、役者やってますよ、みたいなこと。いや、言うねちょっと、ああいう時イラッとするするよ。見てたらどうすんの。見てたら見てよ、明日本番やろ。あ、そうか、そうか、そうや、せや、せや。明日本番のやつ見てたらやってそう。見てよ。じゃあ店開けろよ。でも気になるかもね。ちょっといつもいるのにさ、いい日のとこで何言われてるか、悪口言われてるから何でしょ、初めから言われてしょっぱなからごめんね。嫉妬です、それは。いろんなことができる人への嫉妬です。そうね、もう才能がね。そうですよ、そんなんでマスターもやってて、そうミュージシャンもやって、役者もやるって。そうね、そんな羨ましいじゃないですか。何でもやるよ、何でもやるよ。あ、明けましておめでとうございますって、ロビンソンさん、明けましておめでとうございます。ロビンソンさん、ありがとうございます。もう今年もよろしくお願いします。今年もそうやね、今年も上げる。東地方スタート。そうやね、今年も。そうやね、今年も上げちゃったね。上げちゃったよ。もうだいぶ上げて経ってますけどね。どうですか、上げて1月も25日。というかさ、こんだけさ、あの、大阪じゃない、あの、日本各地がさ、雪や言うて大寒波。うん、大阪ちっとも降りやしね。そうなんですよ、雪ね。ね、昨日一昨日この3日がもうすごいって言われてたのに、うん、ちょっと覚悟してたら、うん、全然降ってないから、ちょっとね、肩透かし送られました。京都は降ってたの？降ってないんですよ、あんまり。あ、まあ、市内は降ってないです。もちろんね、上の海岸沿いとか降ってるかもしれませんけど、うん、市内は降ってないです。今日朝でも車乗ろうとしたら、うっすらね、もううっすら降ってた。あの、積もってました。うっすら。怖っ。うっすらですよ。あの、車のその、ね、窓のとこにちょろちょろぐらいですから、全然大したことないですけど。道が固まってるとか。それはなかったですね。まあ、うちの近所はね、場所にもよりますでしょうけども。寒かったもんね。寒いのはでも寒い。いいよ。久しぶりに寒いわ。寒い。寒いよ。寒いですね。寒いのだけは嫌やわ。抱けちゃうやろ、うん、いっぱいある。痛いのも嫌やしな。痛いのは嫌。辛いのも嫌やしな。辛いのも嫌やな。でも寒いの嫌。俺酸っぱいのまんま嫌い。酸っぱいのがまんま嫌い。酸っぱいの体にええねんやで。うん、だから体にええのあんまりやわ。何言うてるか分かれへん。体にええのあんまりなの。なんか体にいいとされてる食べ物とかあんまり好きじゃないのが多い。体にええとされてる。何が一番に思いつきます、体にいいってされるもん。体にええの？食べ物って一番納豆。ね、嫌い。ああ、思った。嫌い。俺も苦手な。なんで？あかんかったっけ？好き。好き好き。大阪やのに。まあ、下手な会社やけどね。おお、いや、100万回多分世界中の人が言ってる会社やけどね。いや、もう、いや、納豆は美味しいでしょ。ほんま。うん、お、じゃあ何あの、体にいいと思う。体にええもん、酢のもんとか。どうやんか、酸っぱいやん、酢のもん。ああ、酸っぱいな。酢のもん、あ、けど、最近かな、食べれるようになってきた。俺も、最近ちょっと食べれる。食べれんねや、じゃあ自分食べるけど、あえては食べません。ゆえ、食べなさいって言われたら食べんの。なんか、みんなで出てきたら、食べようかなぐらい。え、じゃあお金を出してまで買わない。もちろん買わないです。何やろうな、しゅんちゃんに料理の出しがいがないなって今ちょっと思った。そんなこと、俺何でもめっちゃ美味しく食べるよ。あんた言うてることがなんかもう全然違うよね。噛み合ってないよね。いや、初めに言うから俺、これはあかんでって、これ食べられませんねんって言うねん、作ってくれようとしてる人に。うん、聞かんやん、赤丸、うん、みたいな。すごいディスってるよね、今。ディスってないよ。食べられへんもある。聞くやん。だからもう言う、いろいろ。
ほん出てきたもんはもう俺の好きなもんばっかりだから。でもね、その時にいっぱい言うんやろ。だから何食べられへんものあるって言った時にいっぱい言うんでしょ。いっぱい言う。でもなんか作りそうなもんよ。だってさ、もうその時点で多分ちょっとテンション下がってると思うね。そうか。だってあの焼酎亭ってね、はいはい、まあ、私ら関わってます、はい、あの役者がやってる落語の集団の焼酎亭一門というので、はい、いつも寄席をやってるんですけど、私以外の先ともカフェっていうので、ね、出店してるわけですよ。あのみんなの飲み食いができるコーナー で、うん、でそこでね、あのスタミナおにぎりっていうのがね結構評判がよくってね、チャーハン好きよ、うん、好き好き、あれ好き、ね、結構評判のいいおにぎりがあるんですけどね。あ、大葉が食われへんの。もう大葉っていうか、あれエゴマの葉がね包んであってね、うん、であの焼き海苔が挟んであって、中にねニラとジャコとかつお節が入ってるおにぎりなんですよ。ベストマッチングじゃないですか。結構なんか、まあ、体に良さそげなおにぎりなんですけどね、うん、この人なんて言うたか分かりますもん、ね、なんて言ったっけな俺。あの全部ハイデ全部ハイデってどういうことや思いますこれ。ごめん、全部ハグってどういうことって言ったら、いやもうそんなこう青いのいらんねん、ワイルドやね、うん、であの中に何入ってんのって言ったら、うん、グーを言うたら、あもうそれも全部抜いてる、全部は抜いてる、もうただの白飯やんそれ。そやな、白が、まあ、けどちょっと考えようによってはワイルドだよね。ワイルドワイルドだわ。白飯何も入れんなよみたいなね。あそうそうそう、白ガッガッみたいな、もうすごいおしゃれしてきた女の子に脱げよって言ってる。それはもうワイルドじゃん。もういい、でもパンツだけ履いとけみたいな話でしょ、さっきの。そうそうそう、もう何も聞かさるなと。そうそうそう、ジャコとかいいから俺いけるから。ジャコがパンツ、パンツ、ジャコパンツ。え、じゃあ、何があかんかん。大葉、なんか、あ、これはブラジャーは、ブラは何、ブラは何が入ってるんだっけ。ニラと、ニラがブラジャー、ニラブラジャーで、ニラとジャコは OK、うん、ニラはあかんやん、だからブラジャーは取ってほしい。ブラは取ってこい、手ブラで来いと。ニラとジャコって何やったっけ。え、カツオ節。あ、カツオ節、あ、カツオ節ブラにしようか。カツオ節ブラにしよう。何の話してねん、もうこれ。アホか、お前。新年、そうそう。ね、女子を真ん中にしていきなりそんな話ですよ。カツオ節がブラか。カツオ節ブラ。ジャコがパンツ。ジャコがパンツ。うん、ジャコパンやん、ね。ジャコパン。うん、何のこナッツの、こういうやつ。スキャンティっていうの、なんつうのあれ。なんつうの、まだ行こうとしてんの。薄いやつ。あるある。なんだあれ。あれなんていうの。あれなんつうの、薄いの。どれ。薄いなんかスケスケのやつあるやん。え、キャミじゃない。あ、キャミソール。キャミソール。キャミニラやん。あ、ニラ、うん、あ、そんなんいらんねん。ニラはもういらん。ニラはへそを見せいと。へそを見せいと。そうだね、ご飯粒。へそを見せいと。ご飯粒をちゃんと見せろ。生身を見せろって。そう白飯を見せろってことですよ。これをもし見てはるあの女子たちがいろんな人を敵に回したよ。だから俺本当に俺に作ってくれたもの食べるときすっごい喜んで食べるからね。いや今こんだけ言うとって、どんなに喜ぶの。痛い。それ熱いんやろ。これ音をして空気吸いたい。なんでそこで手やねん、手やねん、なんでやねん。え、そんなワイルド。ワイルド。全部ワイルド。ワイルドだよ、もう。これ持ってもトイレに閉じ込もうって一人も。なんでトイレ。え、ここは2本。そう。取られたらあかんやんだ。スープもほら。手で。どういうことやねん。なんもう新年早々ね、もうこんなん連れてやってますね。こんなん連れてやる。しゅんちゃんね、去年のクリスマスはライブ行かれたんですか。お、来た。そういえばありましたな、うん、あれでもね、あの話だったね。しゅんちゃん手は叩くの。あ、ごめんせやな、事務所や。消えたね。うん、消えたね。え、誰、ロビンソンさん。ロビンソン、あれでも福袋さんの話だからね、俺じゃないからさ。ああ。そうですね、福袋さんの話を言うと、あの、平井堅の2枚のチケットは、うん、あの水泡と木しましたね。ん、水泡と木した。まあでも、え、なん、なんも変、もうなんかしました、売りました。売っちゃった。売っちゃいました。これだ、これだ、これ、いや、まあまあ、
ちょっとね、金は大事って言うからね。金って言われたらもういかないようになったらもうどうにかしないと、もうただの紙切れですから、うん、で、結局2枚、やっぱりさすがに俺もどこまでメンタルがタフだといえど、うん、クリスマスイブに一軒家を一人で二人分の席を占領して、うん、カバンを置いて見に行くっていうのはもう無理やろ、さすがに。おそれさ、例えばストーンズとかさ、うん、他のアーティストだったらまあいいよ、うん、かっこいいとこ言うたな、なんか今なんかちょっと言うかっこいいとこ言うたな、それを言えばいいんでしょ。じゃあ西野からでもいい、西野からやったら俺言ってたと思う、寂しさにうち震える、そうそうそう、会いたくて震える、ガッタガタ震える、会いたくて震えるね、あの鳥節の人ね、鳥節の人は鳥節って歌があるのよ。あ、そうなんや、あら、あなたたち何紅白で歌ったのよ、鳥節を。紅白、紅白派だもん、この人だから。鳥節っていうタイトルの歌よ、取り扱い説明書、その話、そうそうそう、私は寂しかったらガッタガッタ震えるじゃあだからそれは違うって私違うんかい、それは会いたくて震えるっていうね、そういう歌詞の歌なんですけど、取説っていうのは、うん、私の取扱説明書はこういうもんですよっていうことを、まあ、歌詞にしてるわけ。めんどくせよね。でちょっとあの不機嫌になる時も、うん、ほっといてくれたらいいけど、ほっときすぎるとダメよみたいな。お、なるほど、ね。記念日にはちょっとあの優しくいいディナーとか欲しいけど、でも一番喜ぶのは手紙よみたいなね、そういう取扱説明書。手紙じゃないよね。おい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 。あ、手紙じゃない、手紙をくれって言われたことはある。えぇ、じゃあだから多分俺は西野かなと付き合ってるな。付き合ってる、え、手紙をくれって言われたの。手紙をくれって言われたことは、手紙は嬉しいのよ、2、3度あるの。え、違う人かな、手紙は嬉しいんじゃ、メールとかじゃないね、電話とかメールでもええけど手紙が一番嬉しいってカナは言って。悲しそうな人がいっぱいいると思うよ。そらカナは手首切るの？は？うわー、ザーってやったら、これでザーってやったら、もう何を言ってんの？あかんあかん、もう。で、これでなんか森林の映像とか映ってるんですか？まだ10分も、10分しか経ってへんのに、もう。そんなの切り張る人だっているんやから、切り張る人たちもまあいいわ。そうや、やめそうや。でもカナは、うん、切らないと思います。だから気にならない。うん、カナはね、あの歌詞がね、会いたくて震えたり、広いんや思ったけどな、今は、うん、会いたくて震えたり、取り扱い説明書をね、提示したり、うん、ナンバーワンって相手のことを言ったりする、うん、いろんなね、歌詞を作るけど、彼女はね、うん、自分の経験から歌詞を書いてないんですよ、うん、リサーチをして、うん、今の女の子に受けそうな歌詞をもう創作してるんですって。グッズガタ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 揺れてる女の子を見つけて、どうしたんですかって言ったら、ちょっと彼氏に会えなくてみたいな話、彼氏に会えなくて、あかんもん、そういうことか。だからすごいプロっぽい感じ。プロやろ、プロなんでしょ、プロなんだけど、あの本当作り物としてそういうマーケティングをして歌詞を書いてるんだって。へぇ、うん、ちゃんもう酔っ払ってるよ、ね、そう、俺は分かんないけど、あのね、早いよね、もうまだね、これ半分以上残ってるんですけど、ほんと顔に出るんですよ。でも全然変わらないので、あの、なんていうの、好きの性格とかはそんな暴れたりしないから、うん、そうです、大丈夫です、うん、あの、そう、ロビンソンさん、質問ね、うん、平井堅は行きませんでした、さすがに。平井堅前のコンサートは行ったよ、うん、行きました、うん、それは一人で、もともと一人で行くつもりだったので、一、うん、人で行きまして、23日で、26日は平井堅のチケット2枚、まあ、買っていただいて、うん、で、開きましたよ、26日開いた、開いたね、開きましたよ、クリスマスイブ開きましたよ、はいはい、東京で、うん、TOKIO で、TOKIO で、これも東京やから、ほら、こっちで大阪とか京都やったら、それ空いてる友達とかね、無理やり誘って飲みにも行けますけど、うん、東京ではなかなかそういう行きませんや、うん、しゃあない、しゃあないから、うん、手のひらサイズ見に行きましたよ。ほらもう見てたらどうすんの、もう行ったからいいよ、せやな、うん、なんやねん、そのドキドキするわ。しゃあないからっていうのは嘘ですけど、でも本当に良かった、見に行って、ごまかしよった見に行って、ほんで帰り、あの皆さん、あの役者さんとかスタッフの人がちょっと、うん、まあほら
打ち上げじゃないけど、うん、飲みに行ったとこに僕も参加させてもらって、うん、ああよかったそうそうよかった本当によかったですよだから楽しいフェイスブックに上がってた上がったフェイスブックに写真があ本当うん太陽さんとかと同じあそう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 太陽さん川下太陽さんがねたまたま同じ回答を見に来てもらって、うん、で太陽さんも一緒に飲みに行って、うん、であの楽しいイブを過ごしましたよあの図らずも図らずも図らずも良かったですよ、うん、平井健行かなくてよかったわよ寂しがるよね本当にそうやのえ寂しくないですか猫好きは寂しがりかああそれはあるのかだけど俺一人でほっとかれても平気やででもだいぶ猫好きになったよねえずっとは嫌でしょずっとは嫌やけどななんやねんなんやねんでも最近のさ、うん、この人のフェイスブックさ猫もうね猫となんかすごいちょっといい感じの写真があるあるあるどんなとこあげてる何なんあれは猫すごいぞいや、ね、そんな言ったことなかったよあのね動画の最新のね動画あげるやんか、うん、もうね今んとこいっちゃんすごいのでねもう何やろ数千回更新されてやっぱり動物すげえなと思った、ね、そうだねあそうあ猫はやっぱりちょっと見てまうもんねあ見てまうしあそうすごいよびっくりしちゃったで大体あげたら大体あの500回以上見てもらえるしマジで500回転してますすごいっしょ子供と動物は強いねうん強いねいや子供より動物は強いんちゃうあけどそうかもだって子供はやっぱりね、うん、あの、うん、他人のお子さんより動物の方が一般的っていうかさ、うん、でも初めてのお使いめっちゃ言うよね、うん、初めてのお使い、うん、俺見たことないねめっちゃ泣くで一定だけしか見たことないね、うん、いやめっちゃ泣くで言うよね、うん、シュさんパーマ当てた当ててる全然話が変わらへんよねもうあの前会った時も当ててる今年の頭にやってましたからあのだからなんだっけ、うん、初めてのお使いか、うん、俺初めてのお使いはどうだろうなあんま見たことないからな何とも言えないでも何言おうとしてこの一回スルーされて持ってきてもう一回振り直してなどうしたいんやこれはいやなんか俺中途半端で終わるのがちょっと嫌なのよでより一層中途半端なのいや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 だから何とも言えない冒頭やんないの僕はそういうのは嫌いじゃないですそういうぐだい全然嫌いじゃないですだから初めてのお使いの良さを先やの子言ってくれるのかなっていうそういうことよいやいやいや語れますよ初めてのお使いはあそうでもまあ今度にしようか。あないやん。初めてのお使いは今度にしようか。ちょっと新年早々初めてのお使い。そうだよね。そうだよね。なんないし。おう。なんでも喋れるなでも。もうちょっと寒いしホットな話題だよね。ホットってどういう。ここ最近どうしてたんですか。あたたち出てた芝居とか出てなかったりするわけでしょ。うんうんうん。なんかほら役者さんとしてなんか最近やってた活動とかがあるわけでしょ。あきはお前もやってるやんな。まあまあそうやってたね本番が本番が来たんだ、うん、あれ俺ついたあかんとこ突き出してるいやいやいや違うそんなことはないよ、うん、そんなことあのどうしたえ大丈夫だよこれ大丈夫え全然大丈夫先週がなんか本番だったよねそうそうあのちょっと本番が続いたからねあのどっから喋る感じそんな続いてたのじゃあ、さきさんが本当に初めて行ったお使いの話を聞こうか。お使いもええやで。お使いはもうええ。そうか。え、しゅんちゃんは最近芝居を出てたのあのね、12月の頭にスイス銀行さんで芝居に出てましたよ、うん、それからは芝居はあんまり出てないかな。来月あるんですけど、ただこの前の夏に、うんあのナチュラの秋か10月11月に東京で撮影してた映画が完成してへ、うんうん、すごいねそういうの試写会完成したからこの前東京に行ってたそうそうそうそれで先週かな行ってたんですよ、うん、平井堅の時にね違う今月ああついまた行ってそうそうまた行ってたんですよ、うん、
でその完成披露試写会を見て、でまあなんかちょっと仕上げ的なやつ見てて、なんか7月か8月に公開みたいなので、劇場公開するみたいなので、映画のタイトルはまだ言っちゃいけないの？言ってもいいよ、太陽の蓋っていう、あの北村ゆきやさんとか、あの袴田義彦さん、嘘やん、袴田君やな、袴田君は分かるわ、なんとか袴田君って言わんといても、俺も一緒に出るまでは袴田君言うとったけどさ、さすがに共演したら袴田君とは言えへんな、言えへんな、袴田さんやな、袴田君ほら袴田君やん、あ、じゃあ三田村邦彦さんは分かる、あ、分かる、三田村邦彦さんも出た、仕事人の人や、仕事人の人まあそうやな、そうやな、君ら、あんまり芸能界、あんまり詳しくないよ芸能界に関わった仕事をしているのに、何ね、そういうもんやな、そういうもんや、そういうもんやな、売れてる俳優さんとかよく知らんこといっぱいあるよね、いや、やめろやめろ、俺さ、さっきさ、実は小町日和の、ラジオ日和の収録をしてたんですよ、前々期ね、そこでまあ話をしてたんですけど、最近ともちゃんがドラマを見ているとよ、多分あの芝居と芝居の狭間なんでしょうね今、あ、テレビよね、夜あんまりないから夜ドラマを見ていると、で、まあ冬1月から始まってるじゃないですか、面白いですね、俊郎さんと、俊郎さんドラマが面白い、楽しみ、日々の楽しみはって言ったらやっと分かりましたって言っててせやろと、ドラマを見てるとね、週1回それ楽しみになって張り合いが出るのよ、生きているいや、それだけじゃないよ、楽しみに、びっくりした、それも人の同期だんやん、ワンオブゼムですよ、いや、ワンオブゼムかもしれないですよ、だから、そういうこと、ほら、僕らさ、稽古とかしてたらさ、なかなかドラマ見る機会ないじゃん、だから、あんまり芝居したらあかんなって話をしてて、え、本文がよくわからない、いろんな楽しみが狭まってしまうよ、いや、いや、ほどほどにしよう、わかるけど、それこそワンオブゼロで考えると、それがばっかりになっちゃったらあかんじゃないの、だから、まあそうやな、そうやろ、じゃあそれはちゃんとやる、だからほどほどよ、全部ほどほど中途半端な人生の、何それ、どうしたん、今日は酔うてんの、酔うてんの、まだ半分やけど、尊敬できへんわその生き方よく言われるよく言われる、なんかガッシャラに行けって言ってほしいわ、俺先輩には無理無理無理、もうなんでやって思ってんのよ、もう無理とか言うな、もう無理無理無理、もうなんでやってる思ってんの、ガッシャラもそんな続かへんやろ、25年もまあ確かにそりゃそうだ、え、がむしゃらはどこまで行ってた、いや行ってた、俺ね、でもね、30後半までがむしゃらやったよ、まあまあ、ガンガン、いや、結構ね、俺ら30後半までがむしゃらやったって、がむしゃらやったよ、あ、そうやったっけ、あのね、正直言って俺43ぐらいまでがむしゃらやったよ、あ、結構キンキンやん、確かにね、すごいね、が、あの、イケイケやった、あの、イケイケというか、すごい、あの、売れるためにはっていうことをしきりに言ってたし、芝居ももう月1ぐらいのペースでやってたし、自分でやってたマジックラジオももうガンガンやってたし、あの、それが2年前ぐらいから、猫死んでからやろ、何やねん、もう自分気持ち悪いな、もうキャットダイからやろ、何やねん、キャットダイってマイキャットダイから、またそこで猫か、キャットロスで俺は全ての火が消えた、ペットロスですよね、もうまさにね、ペットロスですね、え、もう全然分かれへん、それがあんたはペットとかこんなことないから分からへんねん、なんでおかまけなのこうたらね、分かる、やっぱだって家族だし、だからめっちゃ可愛がってるやん今、可愛がってな、まだほらちっこいからさ、まだそんなね心配せんでいいと思うけど、ちっこいなんてこうだことあるよ、え、どうした、どうした、どういやいや、こうだことないって言うから、いや、食うてないわ、食うて
ってないわ。払え、払えたな。違う、なんでやねん。そうそう、ペットやろ、ペット、ペットは。なんか食うもんないかな、みたいな。あ、食べたい。なんでやねん。料理うまいからな。違う、違う、違うやん。臭みを取るの。食材やん、食材。違うやん。味噌もらった。ただ煽っただけやったらあかんな、みたいな。煽っかん。お酒、なんでやねん、全部酒か。ちゃんとこう出たよ。何をバジルか。えバジルや。なんでやねん、バジル。おしゃ、おしゃれ。違う、生き、心臓持ってるやつだ。おしゃれに恋の食うたよ。違う、違う。何を取る。ちゃんと、ちゃんと。何買ってたの。ミツバチとか。え、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、違う。あとで怒る。いや、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、小学校の時とか買うやん、うん、あとあれアマガエルとか買うてたね。買うてるやろ。買うてたね。買うてた、買うてた。アマガエルとかミツバチをさ、家族って思ったことないやろ。うん、せやな。全然ねや、自分大きさか。じゃあ、大きさじゃないよ。命の大きさは平等やぞ、ないやろ。平等やぞと。いや、あるやろ。俺もあると思う。あるわよ。俺もあるわよ。ゴキブリとか、動物やろ。ゴキブリとか、蚊とか。それは、害があるからやん。あ、けど、大人になって買ったことはないんですか？大人という。あ、そうそうそう、そう。高校生以上で。うん、高校生以上は、うん、男とかやめてや。怖いから。こら、怖い。勝てそうやしな。なんでやん。なんでやん。買われてたことも言わんで。引くわ。引くから。イメージ。ほんまもう世界発信でやめても。ワロテかワロタか。違う、違うやん。違う。何ね。え、バジル？何それ。バジルを買ってんの？命食べてるやん。命の命食べてるやん。バンバン。バンバン食うてる。あの美味しいと思ったらな、天命全うするわけやから。それだって高校。出てなんか買う？いや買ってるよ。買ってるな。買ってる。いやだってそんな家におらんやん。だからさ、そんなさっきも言ったやん。何やドラマを見るのも一つ、ペットを買うのも一つだからさ、それをね芝居ばっかやってるとそういうこともできないやん。でもさ、ペット飼ってんのもさ、自分さえ良ければじゃないの？あの寂しさをこう紛らわすのに。え、どういうこと？え、だって家帰った時だけ自分のこう寂しさを紛らわすのに、うぃ、ん、ーしゅしゅしゅって、もうこいつはずっとこう待ってるわけやん。かわいそうやん。家でか、ちょっと今いいこと言うたんちゃう？そうも言わへんしな。そうそう、うん、でも世話ちゃんとするからね。でも絶対こいつはもうね、もうすごい時だけなでましやがってる。すごい時だけじゃないよ、もう一緒にいる時はずっと可愛がってるから。でもおらん時の方が、まあそれはあるな。それはかわいそうやん。で、そこで一つ言えるのは、捨て猫を拾ってきたから。なるほどな。捨て猫を拾ったの？捨て猫拾いましたから誰かいませんかみたいなんで、はい、じゃあ私が、じゃあ私がそう、じゃあ私が、じゃあ24時間ジョー山中みたいな感じじゃあ私があんまりかぶってへん。ジョー山中あんまりかぶってへん。ジョー山中時間ずだけやろ。言いたいだけやねん。ほら一番受けてるやん、こっちに。あんたらおかしいよ。近いところを標的にするのやめなさい。おかしいよな、今のが一番受けるっておかしいやろ。ツボが浅いな。大丈夫、なんか来てたら呼んでよ。うん、来てたら呼んで。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あの、そこの人がつぶやいてるだけ。何してんの。だから、いや、でもね、一回買ってみたら、やっぱりちょっと人生が変わるかもよ。だけど、確かに。いや、だから買ってるやん。だけど、独身女性は買っちゃいけないっていうね。え、どういうこと？なんで？なんで？満足しちゃうから。結婚できなくなるから。あ、もうなんか子育てみたいな感じ。まあそうだね。まあでもね、ちょっとね、いやごめんなさい、俺子供も持ってないし、子供持ってはるね、あの育ててはる人とか産まはった人にちょっと失礼かもしれんけど、ちょっと似てるとこあるんちゃうかなって勝手に想像してるけどね。しーんやな。あれ今のなしで。すいません。まあ、なしでお願いしていいですか。すいません。
かわ、あの、うん、まあそうね。だっていや全然ちゃうよ、全然ちゃうけど。だよね。そういうことじゃないと思うね。あ、けど母性本能はくすぐられるってことね。とか、もうこの子は俺が世話せんかったら死んじゃうしさ。うん、まあそれはそうだ、うん、多分ね、それだけで結構時間が実際取られるのよ。取られる取られる。毎日家に帰んなきゃいけないし、そうや、少なくとも餌やんなきゃいけないから。旅行とか行かないようになるし、ね、そうそうそう。だから、そうそう。でも、一人でもそんな寂しくないやん。あの、わーやってきようから、あっちが。うんうん、え、わーってやってくるの？そうそうそう、まあ脱げやみたいなことやってくる。え、ちょっと待って、脱げやってどういうこと？お前え、何が行われてんの？だから、ベッドで待っとく。ジャコとあれやって。ジャコと何の話してる？何の話してる？ガツオブシや、他脱げやみたいな、その話やろ。ニラは脱げやみたいな話になるから、だから、うん、独身女性は買わんほうがええ。そうね、そういうこと、そういうこと、そういうことなの。ペットを飼うって、うん、まあ、いや、ほんま家族やからさ、ペットっていう感覚じゃなくなると思うのよね。喋るやん、うん、誰があのペットを飼ってはる人は。ペットに向かって喋るの？喋る、喋るよ。喋る。めっちゃ喋る。お腹空いたみたいな。うん、言う。こっちおいでみたいな。喋らへんやん。にゃー言うよ。にゃー言うで。おお。おお。だからまあ言うたら外人と一緒に暮らしてみたいなもんやな。言葉通じひんけどさ。そうやんか、だって全く言葉を通じる人とお互い言葉の努力をせえへんかったらさ、こっち来いよみたいな、なんか、わっみたいな、えみたいな、そういうことやんか。わつやるかい、こっち来いや、そうそう、なんてみたいな、え、うん、どれみたいな、そういうことやん。え、旬の句の中では、猫と外人は同じって違う、そうやね、そういうの。じゃあ今、例えどういくざんぽうかいな。フォーイ、フォーイ、どっちかっていうと最後は言うやんじゃん、諦めない。フォーイグザンポ、うん、フォーイグザンポ、どっちかっていうと俺は赤ちゃんに近いのではないかと思っていい。赤ちゃんの外人？外人じゃない、赤ちゃん、赤ちゃん、まだ喋れない赤ちゃん。Why not? 言うてねみたいな。だから本当にご飯もあげなあかんし、自分では、まあ、お手洗いは自分でやらはるねんけど、お手洗いは猫はね、頭いいよ、頭いいのよね。惜しんくてもちゃんと、うん、あのちょっと前まで内側やったよね。そうじゃあ昔猫飼ってたから、飼ってた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 から別にもともとあのうちは動物一家だから、どっちかというと。あ、そうなんだ。あの千早のムツゴロウ一家だった。でもそんなにがっつりやったんや。あのね、けどね、うちちょっとね、多分おかんかおとんがおかしかったんやと思うんだけど、じゃあ赤坂村っていうすごい大阪の南のところに住んでて、で大阪唯一の村ね、で、うん、そこで一応庭がある一軒家に住んでたのは田舎だから、うん、それですんごいあの子供の身長ぐらいあるフェンスを作って、はい、そこに犬を放し飼いにしてた。犬がね、めっちゃいてた時はね、ハスキー犬2匹とレトリバー犬1匹と、雑種2匹みたいなのだと。結構ガッツリいてる。そうそうそう、それを放し飼いにしてた。それは放し飼いにしたらもう散歩も行かなくていいってこと？でも逃げるね、そのフェンスを越えて。フェンスをパーン越えて、あたしさんとこの犬逃げてるよー言われるの。うわー言って迎えに行かなかったんだけど、ハスキー犬とか地獄やで。そうやろなー、エグいで。ハスキー犬すごいね、その塀を乗り越えるって。あー、すごい。なんでやっぱり外に行きたいんかな。飼われてるとかいう感じではない。遊びたいんやろ。で帰ってくんやん。だからわーって迎えに行ったら、あのそこにはあ、でもこの1メートルから2メートルの間合いを縮めてくれやん。行ったら逃げるし、そうな、こっち来たら戻ってくるしみたいな。ほんとそんな難しいの。大変やん。
ちょっと犬はなちょっとなあ、犬はあかんねや。あ、好きよ。犬自体は好きなんだけど、飼うのは大変やと思う。犬はけど、犬はあれやで、犬って呼んだら絶対来よるで。犬、犬ってなる。でも猫も来るしな。犬、犬ってなんやねん。いやそう、え、じゃあ犬か猫か言うたら猫。小さい犬と触れ合ったことある？あの、飼ったりはしたことないわ。あ、小さい犬はね、ここで寝るよ。まあ猫も寝るけど、猫だから猫と一緒やんの。あのね、ももっと言うこと聞くわ。あ、ほんま、うーん、なるほど。ただもっと暴れよるわ。どうですか、ペット。うちは若い時にこのルームシェアをしてた子が、柴犬を飼ってて、もうまあまあやね、うん、マンションで、おう、おう、6、7人とシェアしてた時かな。え、誰なの？いやあんな ETT キングなの？違う違う、なんだ ETT キングはそんな感じ。 ETT キングはあの人ら全員で住んではって。いや、若い時ってほら、お金がないからね。じゃあ ETT キングなんか、じゃあ ETT キングでいいよ。うちが喋りたいのはそっちじゃないねん。柴犬なんとか知ってくる。いや、そっちじゃないねん。柴犬それ違うで。え、それ三木道山じゃん。あ、三木道山やん。湘南の風じゃん。違うで、分かるやん。名前が違うやん。これはもう湘南の風やん。 ETT がどんなことやったかな。なんかいっぱい知ってくれる。だから三木道山やん。そう、え、 ETT もすっごい有名な曲あったのにね。何やったかな。ラララララ3番。なんでやねん、小田有志やん。小田有志なんか、でもそんなんよ。湘南の風じゃん。違うよ、それは。え、それは、あ、違う、分かるやろ、湘南の風に聞いても違うの、分かるやろ。だって、違うこと言ってるやん。あ、そうか。じゃあ、6、7人で6、7人でやってた。そうそう、ほんでな、隣の部屋の人が柴犬を飼ってて、何歳の頃？20歳になったぐらいちゃうかな。2、ほんで、だから前半、20代前半ぐらいの時に男女比率の、え、そんな内部事情もいう感じな。なんでな。俺はもう今犬とか関係ない。そうだ、もう犬どうでもよくなって、柴犬も今喋ろうとしてる。もう全然どうでもいいわ。え、ちょっと待って、だいたい6、7人でルームシェアする、もうシチュエーションが分からへんことな。そうそうそう、だからだって、え、だってよくあの支所箱あるやん、ポストの。え、支所箱って言うの？ポスト、ポスト、あの何人かで、え、あれ支所箱じゃない？郵便局にあるやつやろ。あ、あんな感じやん。だから10、え、でもこれ言って大丈夫なのかな。あの場所、住所を借りて、え、これ大丈夫なのかな。住所借りて、やばい感じがする。あ、じゃあ、じゃあ日当たり良好みたいなもんやろ、まあ言うから。日当たり良好みたいな、なんかあったな、足立に続けるあータッチ。だからさっきから違うの、なんでそれっぽく言うの。違うやん、インティギングと湘南の風も違うやん。日当たりのことだって違うやん。だってもう違うこと言うてるやん。違うよ、違うやん、日当たりの良好を知らない。 A の話をしようとしたら B って言ってるようなもんです。違う、日当たりの良好を知らない人にタッチって言ったらあーって言う人もおるかなって思って。タッチを書いた人が書いた漫画やん。あ、そうそうそう、足立みつるをね。そうそう、分かる、それは分かる。そうそう、みゆきよりタッチやろ。みゆきな、みゆきの最後どう思うあれ。え、知らん、どうなんだ。結婚すんねやん。あ、そうなんや。え、結婚するやんな。そうや、どっちとするか分かる、知ってる。これ、みゆきの流れを全然覚えてないわ。あの、よう似た二人がおるんやろ、確か。いや、基本的に全部よう似た顔やからさ。違うな、それ違うな。マジでそれ違う、よう似た二人はタッチで双子や。あ、そうやわ、お前それ男二人や。え、水を浴びたらパンダになるとか言ったっけ。ちゃうわ、それは日当たり良好やな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、それはあれやん、それはランマ2分の1やっていうボケをやった。それうるせえやつだ。違う、うるせえやつは別に水かぶってパンダならへんって。え、じゃあ、あー、そうかそうか、誰がランちゃんなの。いや、ロミ、そっか。みゆき何やったっけ。みゆきは、え、家に帰ったら、なんかずっとあの電柱の
後ろから覗いてる人がいるんですみたいな。これが2回目に受けたわ。こっち側もうなんやろ、標的が近すぎてさ、もうそれはマニアなとこ狙ってるからさ、もういいや、もうあんたらが一般的なとこ行っちゃいねえから。じゃあさっきやん、みゆきがどんな風に思ってるかちょっと聞かせて、多分わけわからんこと思ってるじゃん。知ってるよ、みゆき。俺ちょっとみゆき忘れたわけよ、本当に。え、兄弟でひっつくやつやろ。おお、せや、ほらほら、あかんやん、兄弟でくっついたら。だくっつくねんて、パルクガーやん。そうそうそう、他人やねん。他人、腹違いでもないわ、連れ子やから。あ、連れ子やったんすよ。おしゃれ連れ子かいな。おしゃれ連れ子、おしゃれ。おしゃれかどうか分からん。おしゃれじゃないの、みゆきは。ダサいの。おしゃれなんやろ。ダサいみゆきは嫌やん。でもあいつはだってもうそんなブルマばっかりやね。あ、じゃあダサいんや。そんなブルマばっかりでどういうこと。ダサなんて、どんなブルマ。あたちみつの漫画は新体操とかするわけよ、ヒロインが。それはタッチやろ。タッチやけど、みゆきもしてるやろ、どうせ。どうせってなんやねん、あんなもんは。新体操してたんはタッチや。だって少年誌だからさ、どっちにしても。あ、え、ちゃうわ、みゆきは何もあるやん。みゆき新体操やってた。みゆきは新体操やってないけど、どうせ引きこもってねん、ちゃん。引きこもってるんだ、誰が。え、妹引きこもってなかった。やっぱ電柱の横からこうやって見てたじゃん。そんな暗い話じゃないよ。えいつもあいつ見てるみたいな。いや、みゆきっていつも、みゆきっていつも家におらんかった。おらんよ。もうちょっともうやめ。まさかカメラマンの携帯がやるな。もうこんなもうやめ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 、もうやめやめやめ、こんなもうやめやめやめ。女はずがない。そうやな。ありえへんわ。ありえへん。こんなんは。ありえへん。必死に人がみゆきの話してね。なんでみゆきの話になったんだっけ。忘れたね。何だっけね。あ、うん、あれやわ。何？ロミンソンさんが E.T. キングで知ってるのはギフトだけです。ギフト？そんなことありました？E.T. キングさんは一曲すっごい有名なのがあるんですよ。もう明るい歌、ウォーウォーぐらいの感じ。ウォーウォーってない。ハマちゃんのね、めっちゃいい曲だけどな。え、どんなんやろ、でもあったよね。あった、あった気がする。確かにそれで多分あの人らは6人か7人のシェアから離れたんやと思う。で、今もこういったり、E.T. キングってそんな人さんみたいな。おるよ。え、それ将来の風じゃん。将来の風は4人か3人やと思う。え、E.T. キングってそんな人さん。E.T. キングは6人か7人いますよ。めっちゃいるよ、確かに。めっちゃいますよ。あれやろ、なんか、ハッピーみたいなの来たの。そう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 。湘南の風もハッピー来てるよね。まあ、だからあれはそういう感じよ。あの、カラーとしては、ね。あ、レゲエやんな。そう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 。ヒップホップレゲエみたいな感じじゃないですか。へー、そういう人らはハッピーを着る。結論としてはもう好きな人聞いたら怒ってくる、まあね、いやいや、あの、まあそうですよね。 これからちょっとあれだけど、祭りの見方がちょっと変わってくるよね。そうね。え、E.T. キング、いや、ちょ、あの、ハッピーを着てる人を見るとちょっと、あ、レゲエなんで、ヒップホップレゲエなんだ、そうだなって思うわけですよ。まあ、そうですよね。でも遠からずじゃない、うん、割と、うん、分からなくもない。じゃあ、だからさ、 E.T. キングは6人か7人でシェアをしていたと、うん、でさっきはもう20歳で出会って、あ、忘れた、あ、そうか、さきさん、さきさん、それはどういうことなの。違う、だから隣の人が柴犬を飼ってて、そこへんよ、柴犬を飼ってて、もうええねん、もうええねん、隣って何。じゃあとりあえず、とりあえず男女の割合を聞く。あ、そうだ、そこ。だから、この、え、7人やったっけ、割合か。というか、少なくとも女ばっかりだったわけではないよね、今のこの流れでいくと。そうだね。まあ、そうだね。あ、テラスハウスみたいなもんやな。そういうことやな。うわー、コマーシャル。今日なんか、言ってるよね。今日なんか持っていくよね。すいません、持ってたからね。いいよ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 。
なんだ、テラザウルスをしてたテラザウルス、テラザウルスってなんや、テラザウルスって呼んでまで呼んでまでひどいな、テラスハウスをしてたの地でほんまや、勝手に勝手に、え、でも昔ってそんな多かったごめん、聞いたことない、俺の周りではいなかった、俺もないな、だってシェアしないと住めないやん、なんかさ、2人とかさ、3人とかは分かるわ、うんうんうん、え、じゃあマックス何人と一緒に住んだ、マックスは4人かな、マックスは4人でもあの、1人辞めて、うん、新たに入った人いるから、この前5人でやった、あ、5人で、うん、勢ぞろい、マックス、マックス何の話、もう芸能界のことこの人知らんからさマックスって知ってる、4人組のダンスグループ知ってる、それは知ってんの、知ってる、マックスがじゃあもともとスーパーモンキーズってアムロちゃんと一緒やったの、知ってる、まあ、それは知ってんの、知ってる、知ってる、トラトラを歌ってた人、トラトラ1個少ない、それはうちも分かる、なんか違うものあったよね今トラトラってあの頃あのヒット曲はトラトラやトラ、いっぱいあったよマックスヒット曲がいいな、え、今バカなのにこの人いい加減やわ、時間時間めっちゃ売れてたからマックス、いやだから言うて、あトラトラ以外ギミギミシェイクトラトラトラやギミギミかい、何ギミギミかな、とりあえずなんかあの繰り返しとったらいいじゃん、ドラドラとかギリギリとかえ、雪降ってるみたいな、ネバネバ、え、なんとかスノーみたいな、あれ知らんな、それは、え、ちゃうかだっけ、いやでもなんか雪降ってるの多かったよ、多かったよ、何が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 多かったよ、降ってるのに PV とかでこうあ、雪降ってるのか、雪降ってるの多かった、それスピードと間違っていいか、あ、たたたたたた、わからん、果てしない、え、それ雪やったっけ、雪っぽいよ、ホワイトラブやから、あ、ほんまや、うん、白大好きっていうことね教育よね、すいません教育よね、白大好きもう確かに白、うん、白の好みを歌ってたのなんせ白好きやん、この子は白好きやん、もうめっちゃ白好きやん、服も白みたいな、どれ言う一緒やろみたいな、そういう、いやこっちちょっとクリームがかかってるから嫌やなんかやめとけやじゃあだからさ、なんでそんなの子にも奈々にも一緒にさ白するの、誰知らん人、いやいやいや、なんでやねん、知ってる人全員、そんな駅のプラットフォームじゃん、じゃあなんか不動産屋でさ、シェアハウス募集とかさ、学校でじゃないよ、じゃないよ、だから全員友達っていうこと、うん、住む、オッケーみたいな、そういう感じあ、近いかもしれない、え、どれぐらいの広さで住んでたの、え、でも、ワンルームで1回十何人、うわ、これ言ったらあかんのかな、え、なに、え、もうさっきは外国から来た人大事故じゃないですか、え、アジア、え、だってロッカーから来た人の、いや、お金がない時ってそんなもんやったやん、いや、それはちょっとあ、そうか、それは経験がないわ、だからさきさんの家の前にはオールが常に置いてあるんですよあのさないないないさ、今住んでるとこあるやん、うん、今住んでるとこの、まあ、マンションの一室やんか、うんうん、でちょっと俺ねちょっと遊びに行ったり、うん、伝えしてもらったことあるしさ、うんうん、家の前にさ、うん、傘がさ10本以上あんのよ、いやあれはあれなんなんあれあれでしょ、あの投資でしょあれは貯金とか投資の古いでしょじゃあれビビるで、え、何人で住んでるのかなっていう2、3分やったら分かるやん、まあじゃあ何なあれ、あの、いや、うちの家で、あの、要来客が多くてな、うん、あの、こう、ほら、なんちゅうの、忘れていく傘もあれば、うん、自分で、うちは晴れ女やからさ、基本あんま傘を持たないわけさ、はいはいはい、わかるよ、ほんで、ついついどうしても出先で雨降ったら、うん、あの安い傘買って帰ってきて、
置いてるとどん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 溜まってきて、ほんで雨降った時に取っていっていいよとかって言うねんけど、その人らすらも忘れていったりとかすると、うん、なるほど、傘屋ができるぐらい傘がどんどん、あれほんま大げさじゃないもんね、すごいもんね、もこってるんだよ、ね、これじゃあこの部屋の人と一緒なのかな、あれ捨ててんねんけど溜まるねん、あれでも捨ててる、捨ててるねんけどたまんねん、え、ほら今度行った時に雨降ってたら、うん、あれ持って行ってもいや、もう全然宮古島に来た人はあの傘パクっても全然大丸みたいやな、うん、大丸もあるよ、大丸も黄色い、うん、あのあれがあんのよ、傘が、あ、取ってて取っててよ的な、あ、まあ、返してやんみたいな、そう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 、そんな感じ、いやでも傘ってたまらへん、いや、あそこまではたまらない、いや、俺ね、外でも忘れちゃうからね、あ、そうね、確かにそうね、いや、忘れちゃうね、百均じゃないけど、コンビニでビニールのやつ買っちゃうと、もう大事に扱わないよね、うん、そう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 、ほんで、ちょっと溜まってると、みんながどんどんこうかけて忘れるっていう、うん、でもさ、パッと出たらさ、どう考えても目につくのやろかさ、もこってなってるの、忘れようがないと思うんだけどな、あれ、うん、でもやっぱり、あ、降ってないと忘れちゃうんだよね、でも大概忘れてる、そうよ、あ、これはあれは個人情報の流出やわ、どういうこと、あの宮古島で家の前がもこってなってるところは、うん、さきさん知ってます、そうやな、今だいぶ個人情報流してる、そうやな、そうそう、一発わかるわ、みんな探してみてください、あかんかんかん、宮古島って言うてんの、宮古島の中で、わぁ傘がもこーってなってるところをさきさんに聞いて、傘や、でもシェアハウスそんなすげえの、いや、先駆者です、やっぱそこでは恋愛とかしたんですか、え、これ何公開的にこういろいろ喋らなあかん感じで、いっぱいあるのよ、いっぱいあるの、さっきやじゃなくてもいいや、6人7人おったらさ、そのさっきやじゃない人らが恋愛をする可能性もあるわけでしょ、これ結構残したとしても、うん、あれですよ、この後のあの磨くだとかになってから喋ることになりますよ、嘘やん、絶対そうなんねんもん自分の首絞めることになるやん、もっとホットな話はないのか、何ホットって、え、この寒空の中で最近なんかホットな話ある、ホットななんかあるかな、いや楽しいことそんなないやめろやめろやめろスピーキーの口あ、僕ね今年目標がありまして、おあの年間、うん、100本映画を見ようと思ってるんですよ、なんかそれ子供がやるやつ、子供がやるやつ、そうだよね、大宮くんが同じこと言ってた、言ってた、ダガーがそんなこと言ってた、あ、ほんと、何何何暇やねん、まあ、あの正直なとこね、だから映画見ようと思って見てるんですけど、なんかいい映画おすすめないですか、俊郎さん暇らしいですけど、俺暇やからもういつでも誘って暇やから、なんかおすすめの映画ないですか、何やろ、何やろね、あれ面白かったですよ、どれどれ、忘れちゃった、あれですわロンドンのテイラーがどうしたこうしたでスパイのやつですよね、キングスマン、キングスマン、あーあれ面白いらしいな、あれ面白いらしいわ、見てんのかい、見てへん面白いから見あれは面白いあれ面白いらしい、去年のベストワンって言ってる人が何人かいたもん、うん、僕、そうやね、あれとあれがなマッドマックスやろ、マッドマックスあかんかった、マッドマックスあかんかった、あかんかった、マッドマックスあかん、2人とやるのがいづらい、いづらいわ、じゃああれはどう、みんな何、スターウォールズまだ見てへんわ、まだ見てない、え、今までの見てんの、おっちゃん見てはる言ってたで、あ、そう、おっちゃん見てえ、今までの見てんの、その6本は見てる、見てる、見てる、4、5、6、1、2、3見てんの、すごいよ、あ、けど1、2、3は見てないかもあれ1、2、3って後のやつやんね、あ、ごめん、確かに、あとのやつはもしかしたら見てないの、最初の4、5、6だけ見たと、うん、まあ、コンクリート詰めになったやつとかを見た、コンクリート詰め、あ、どうする、ハンソロがね、ハンソロをコンクリート詰めね、ハンソロコンクリート詰め事件ね、うん、この話そんな笑えないからやめよう、はい、あ、そうですか、僕もだから最近ですよ、うん、全く見てなかったんですけど、うん、見ようと思って見ようと思って最近4、5、6見1まで見ました、おお、いや、うん、あと2、3見たらもう
七行けます。七コンクリート七。あ、七まだ見てないの。見てないですよ。だから先見ないと。え、どうなの？何が？見てどうなの？わあ。マッドマックスな感じやな。俺にとっては。あ、そこまでのめり込む感じじゃないけど、まあまあ面白い、もちろん面白い。ああ、わかるわかる。でも1、2、1見たから2、3見て7ももちろん見に行こうと思ってますよ。うんえ、ベイマックスは？ベイマックスじゃないよ。あれ、雪だるまみたいなやつ。見てるな、見てるな、見てる。面白かった？まあまあ、面白い。あ、そうなんや。なんでまあまあのやつを今出してくるの？いや、もっとめっちゃ面白いとか言うのやったら分かるけど。俺あれよ、あの、ベイマックス見てないんだけど、うん、ベイマックスでいい役をやってた声優さんと知り合いよ。いい役って何役やねんって話やね。そうなん、どれ？俺が見てないから分かんないんだ。じゃあ、お開きにしよう。何やろな、最近見たやつ。マッドマックスの衝撃が強すぎてね。マッドマックスも衝撃だったのに、なんでわかんないかね、この二人は。うん、同じ時期に僕、トム・クルーズのミッションをインポッシブルするやつ。そうそう、ミッションインポッシブルを見たんですよ。ミッションインポッシブルを見たけど、ミッションインポッシブルは俺すごい好きだ。ああ、そうだ。ああ。いやー、まあでもね、その、そうやな。あの、昨日たまたま、はいはい、あの、その、キングスメンを、見てたの。ビデオで？ビデオで。したらね、もうね、ワンシーンワンシーンがね、見たことあるんだ。映画として。なるほど。その、あ、この表情はスーパーマンのウキウキしてる時の表情だとか、あの、あ、ここのシーンはあれはシャイニングだとか、全部あるのよ。で、全部結構ね、ベタに分かるように作っとってんの。ただね、それはね、あの、もう一回見ると冷静に見るとすごい楽しかった。いや、もともともちろん、あの、一回目もすごい楽しかったんだけど、そういうこと考えてるんだな。見てみたいですね。見てみます。じゃあ次の、今やってる映画おすすめは？見てないな。今あのトム・ハンクスの、ちゃうわ、トム・ハンクスだっけね、スパイのやつ、ブリッジ・オブ・スパイってスピルバーグでやってますね。あ、あれ面白そう。え、トム・ハンクスやったっけ、あれ。トム・ハンクス今やってんねや。あと日本映画でキネジュンの1位取ったやつが今年、恋人たちって映画なんですけど、おおもろいの。それはもうすごい評判がいい。まあ、ものすごいダークな映画みたいだけど。殺し合うの？殺し合いはせへんけど、すごいまあ悲劇的な、つねり合いみたいな。地味やな。めっちゃ地味。悲劇やな。でももうめっちゃ痛いね。ちぎれるぐらいのつねり合い。でも見えへんね。見えへんところで。ここでちぎれるぐらいのつねり合い。ここや。そうそう。痛い。青くなるとかじゃない。こすりこしてちぎるの。痛いの。ちぎるって。もげる感じ。もげるぐらい。痛い。それはいいんだって。やっぱり1位取ってるからね。記念なんで。それは見に行きたいなと思ってますけど。映画の時は泣きたい。泣きたいですね。泣きたい。ああ、わかる。わかる。あ、だからやわ、だからマッドマックスとかあかんかったの。なんで、どこで泣くの？だから、いや、だから中でいいやん。中でいいやん。ようでけたあるな、でいいやんか。ようでけたあるなっていうのはね、あ、でもようでけたあるなっていうのは幸せだったりするんですよ、見てて。あの、俺に突っ込ませんといてくれ。突っ込ませんといてくれって見ちゃうの。いや、これは嫌な客なんだけど、あの、最後まで楽しかったっていうのはね、楽しいですよ。そうね、それは分かる分かる。なんでやねんって言わさんといてなとか。いや、ちょっと待って、マッドマックスも絶対的になんでやねんって感じやったね。いろいろとね、そんなことない。そんなことない。そんなことない。僕は全然、よし。まあなんか裏設定とかもあるっぽいからね。いっぱいね。うん、だから知らんだけで、なんか通じつまわってるみたいですけど。好きな人は好きだ。好きだよね。銀のやつシャーッてやりたいの。何もちょっとよく分かんないんですけど、何を何なの、何がいいんだろう、何がいいんだろう。気合いでしょ。だって白いのも分からんし、顔があれは。けど舞踏の影響だろうね。
それこそあのなんで俺真面目に言ってるんやろごめん、理由がわからん、理由が、理由がね、理由がわからん、ね、で白い人と白くない、いや多分あると思うんですよ、あるだからすごい詳しい人は、うん、あほちゃあいつらなと知らんとっていうのはあると思うんだけど、ちょっとね一回見ただけだったらミュークスっていう、だからあれはまた違う人類だったじゃん、確か、あそうなんだ、白い人は違う人たちが、そう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 、わかんない、ここの2人が今黙ってるのがちょっと不安だけど、わかんないけど、いやそのはずだよ確か、でもほら一回見ただけじゃさ、あの、なんか大戦核戦争が起こってから生まれた子たちをがミュークスなんでしょ確か ね、 ねで白いんだあの人たちは、そう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 、違うの、あれ塗ってんの、なんやねん、戦闘団員塗ってん、あ、だから武闘なんだ、だからマロ赤字なんだよ、なるほど、全員マロ赤字、みんなマロ赤字、すげえな、憧れだ、大楽坂で、大楽坂、あれマロ赤字の息子って誰やった、あの人よ、大森直だ、そうそうそう、売れっ子だな、売れっ子や、売れっ子や、で、あのあれ唐十郎さんの息子は大鶴みたいな、そうそうそう、みんな売れてるね、そう考えると、ね、そうだね、うん、そうだからマロ若治さん の、 あの息子さんが、小学校の時にお父さんのイラストを描いてきなさいって言われて出した絵は、あの真っ白の人間があの足から吊られてるような絵になっちゃってで、これは困ったってなったら、間違ってない、間違ってないよ、全然間違ってない、全然間違ってない、これはもうしょうがない、お父さんだもん、そうやな、お父さん頑張ってん、そうそうそう、そうはないよ、間違ってない、いいエピソードだよね、そういうのね、そうだね、じんとくるもん、なんか、うん、そうそうそうだね、いいね、そうそう、先生がすごい心配したんだってそりゃそうだろするよね、そりゃそうだよ、ね、うん、ならもう実際に釣られてる人が目の前に来たって言うんだからもうしょうがないよね、頑張ってんの、お父さん頑張ってんの、あ、私です、そうそうそう、うん、あ、そうか、しょうがない、この人は釣られてる人だから、なるほど、なるほど、それはしょうがない、いろんな人がいるからね、もうそろそろあれなんじゃないの、あ、もう過ぎていいんじゃん、あ、いいの今日は過ぎてんの、まあ多少いいじゃないですか、あ、そういうことか、うんうん、前も、前、いつも過ぎてもいいんですよ、いつも過ぎてるんですよ、どっちか、10分ぐらいは、おじよ、ね、いつもなんかそうだよ10時ですよ、閉店ですよみたいなので出ていいんじゃん、うん、だからこの時間に大体あの閉店ですよって言われる時間ではありますよね、うんうん、あ、愛しい人へって書いてない、あ、あ、ほんとだ、 E.T. キングの曲かな、愛しい人へ、どんな感じだったと思う、そういう感じだったと思う、いっぱいだんだんで知ってくるやん、それじゃ、それは、さんな、それのタイトル知ってる、しょ、俺知ってる、あ、隠された、意外、そこ言えん、意外、意外放送で隠されることなんかあるんだ、びっくりした、ライフタイムリスペクトです、うん、全然ピンときてへんよ、うん、君ら売れてる曲がわからへん、うん、あれ、いいですか、メタ5は今聴いてます、聴けそう、メタ5すごいっす、聴けそう、ピューパーは、じゃあピューパーは、ピューパーも好きですよ、いやいや、もうやらないの、いや、俺高橋幸宏さんじゃないからわかんないですよ、ね、やるんじゃないの、いや、わかんない、ピューパーってミア入ってた、ミア入ってない、入ってない、あ、入ってんか、高野宏しか、うん、ミアがさ、うん、歌手辞めるって、あれなんやろうね、ミアってほら、あのもう役者やったりとかいろいろふわっとしたはるやな、やってた、だからいろいろやりたいんじゃないの、うん、それでなんかもうふわっとするわー言うて辞めるちゃうの、辞めるというか休止、休止、いや歌う、もう気力がなくなった言うてはんの、他のことやりたいとかじゃなくて、ミアってわかる、じゃあ、うん、ペットロスちゃうか、だからシュンちゃん、シュンちゃん、俺や、もう芝居やる気なかった、もうなんか芝居やる気なかったと一緒で、ミアもなくなってないから、俺めっちゃやってるから去年とか、ミアってほらザブンは分かるよね、あ、分かる分かる、のボーカルの人、あ知ってる知ってる、ブーム解散したんやけど、うん、あーそうなのそっからか、うん、ブーム解散したんや、解散したんや、したんや、そっからか解散したんや、そうなんや、でミア一人でやらはんねんけど、最近、うん、もう歌う、あの気力がなくなったけど歌手引退宣言しちゃって、マジで、そうそう、なんかね、もうびっくりしたな、シマウタの人やろ、そう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 そ
じゃあ、さよならもういやいや、なんかないんかなんかミヤの話でさよならみたいな。いや、あれでさよならはいいや、ちょっと心配やから、ミヤあ、そうミヤさんミヤを見かけた人は、ぜひ連絡をくださいメールしてここまで連絡をください、ミヤを見かけた人別にミヤがどこで言おう公開捜査今すぐミヤを見かけない人はこちらに連絡をください。え、でも連絡来ても俺らどうすることもできへんね。知るだけや、場所。そうだね、そうね、うん、大阪でやったらまだなんか行ける。まあそうね、行かへんやろ、だって上田あたりやったら、上田の あそこで飲んでましたぐらいやったら、ああ行くか、今から行っていけるかもしれない、うん、とりあえず飲もうかっていう。そう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 、ミヤ飲もうやないか、なんかあったんか、うん、歌え歌えなんかこういう大きなおっさん、歌え歌え、いや、歌えないから、歌えないから、歌えない、歌えない、ひどいね、こんな連れてやってますひどいねいやなんかないんですか。そうそう、ないんですか。何が、あのちょっとトイレ行きたいね、トイレ行きたい、ね、うちもめっちゃ行きたかって。マジでトイレどこなん、外なん、そこ、いや、そこ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 にある。あ、じゃあ、さっきじゃん、さっき、お、じゃあ、さっき、ちょっと抜けて伸ばしとく、これだって何時までやっていいのよ、それが、まあ、とりあえず、だから15分までやります。わかりました。15分になった途端切ってくださいでやね、15分になった途端切って飲みに行きましょう、すぐちょっとせっかくね、時間差で見てくれてはる人がいるんだから、もうちょっとさ、いるんですか。いるでしょう、12人。めっちゃ多いじゃないですか。めっちゃ見てるやんか、びっくり。なんかためになるって言った方がいいんじゃないの。何、大豆は体にいいとかそういうことためになるな、うん、みんな知ってる。納豆は体にいいって、あ、いらんわ、いらんな、うん、いらんわ。好きな人に納豆料理出されてもブルーな感じになるもん、俺なったもん、なんかそれはでもチャーハンが悪いね、やっぱり言わなあかんよ、料理してくれるときに、俺あれとあれわかんで言って。そっか、言うけど、いっぱい言ってもさ、ほら、料理、いざ料理する人もさ、いっぱい言われたらさ、作ろうと思ってた、ほら、出そうと思ってた技をさ、なんか切られていく感じもなんかブルーじゃない。そうや、でも美味しいって言えるか、嫌いなもん出されて。なんか俺がだって憲法の使い手で水拳はやめてなとか言われたら、水拳一番面白そうやったのにみたいなことになるやんか。そう、水拳出したかったのに、俺得意やったのにみたいな。だって、うん、ジャッキー知ってるのって水拳だけでしょ、あなたたちってみたいなところがあるでしょ。まあ例えとしては秀逸やけど、うん、それはあのパッパッみたいな、パッパッみたいな、やっぱやりたいじゃん、剣骨の使い手として。飲むからね。そうそう、こうこう飲んで飲むけど、これは飲んでないよね。飲んでるよ、あれ飲んでるの、うん、あれ飲んでるの、仕草だけじゃないの。飲んでる時もあるんじゃないの。飲んでる時もあるし、飲んでない時もあるの。おい、ジャッキーいい加減だな。違う、俺らがいい加減だ。ジャッキーじゃない。ジャッキーじゃない。あ、これは今度、じゃあ、岩瀬さん呼んで聞こう。うん、そうだね。うん、ジャッキーの使い手。これ見たことないんだよね、実は。え、水拳？うん。そこはいかん。ジャッキーの映画はね、あんま見たことない。キャノンボールぐらい。どうした、どうした。トイレ行ってテンション下がった。いやいや、スキリしたなと。ああ、よかったよかった。怒られてなかった。いや、もうさ、なんかここのビルがさ、すごく、うん、レトロやん、うん、ちょっとこしゃれた感じの、ね、うん、こしゃれてない、ただただレトロだったっけ和式がね、うん、和式の便器が、うん、わざわざ洋式の便器になってん。え、嘘なんで知らんの。いや、だって男子の方がそんなに、あ、そっか、女子洋式になってんの。ちょっと洋式になってん、女子の言ったらあかんねんいや、お最近な、うん、公衆トイレ、はいはい、公衆トイレが洋式洋式になってきてるやん。なってるなってる、もうなってます。で、うちこの間名古屋で、はいはい、乗り換えの時に、うん、トイレに行ったのよ、うん、ほんだら、うん、めっちゃ並んでんのに、うん、和式のところ誰も入れへん。え、マジで。ほんで、空いてるから、あ、空いたわと思うのに、もう前の結構並んではってんで、うん、前の人らが若そうな人とかがみんな、あ、どうぞ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 って。マジで。あの和式
だいいですかって言ったら、あ、和式なんでって言って入れへん。うわー、それは名古屋の人やから。いや分かれへんけど。いや違うでしょ。え、若いからでしょ。若いから。だって最近はそんな和式の家でそんなないでしょ。家とかはほぼ洋式が多いじゃないですか。和式のあのもう今だって生産されてないんやね、確か。もうえあの和式の便器、うん、あれがもうなくなってんで。マジで。そうそう、なんかね、言ってたよそうしたらそれこそ知らん人なんかいっぱい出てくるでしょう。そうやね、だからもうすごいあの何百年の歴史みたいなのが終わったっていうので。これも言ってた。和式って何百年もあるの。言ってたろ。あれ違う、なんか言ってたみたいな。ギリシャのあれテルマエロマエみたいな時代からってこといや知らんけどさ、この前なんか出た。え、女性の方。あ、なってたなってたまあ実際マジでこうやって見たしな。そういや、めっちゃめっちゃ洋式やった。洋式え、で男子は和式の。男子は和式ですよ。だって僕ここで働いてます。そうかそうか、そうそうそう。あ、ほんな女子だけそうなんじゃ。女子ね、和式をね、うん、避ける人が多い。いやけど分かる、僕もね、嫌や。え、ギャル、ギャルなのかな。あなたギャルなの。ギャルって言うと OL 目線のものを考えてる。え、でも昔昔は洋式を避けてたで。あ、そう。あ、でもね、座るのがなんか分かる、分かるわ。え、あんた、あんたどれなんかな、座るのが嫌やっていうのも。分かる、分かる、分かるわ。分かっちゃう、分かっちゃう、分かっちゃう。分かるわ、分かるわよ。やばい、あなたたちもうあと3分ぐらいで終わっちゃう。分かる。じゃあさ、洋式さ、うん、ちょっとほら抵抗あるやん。あ、洋式ね、座るのがね抵抗あるやん、うん、そうそう、うん、どうする、どうする。全然平気やけどな、俺そのまま座っちゃう。もうガンガン座る。だって誰が前に座ってたか分かんないのよ。え、あの横のシュッシュするの、アルコール消毒。あったら、まあ、俺はね私平気で全然座っちゃう。ほんと、あんた強いわね、うん、私ね、座っちゃう。私ちょっと急いでるときは座っちゃう。え、何それ。え、ちょっと待って、急いでないときは。タタタタタタみたいな。タタタタ、もうええわみたいな。急いでないときは。え、ティッシュこうやって。ティッシュ、あの、奥。こう丸ごと2個、あ、3個ぐらい。6個もあるの。して、6個してんだ。その、なんか、あの、ね、ちょうどいい。柱のような。ちょうどいい感じで。ちょっと浮いてるやろ、振動くん。ちょっと浮いたから。ちょっと肩つくやろ、ここに丸い。丸いな、ここに。丸いから。振動。ええー、ちょっと、カラカラってやって、ピッて言って、あの、両方こうなってたら、両方にこう、1枚ずつ引いて座る。まああの時間のゆとりがあるときはね。うん、焦ってるときはもう座る。焦ってるときも座るっていうのを初めに言っちゃったら、うん、こういう場合ダメだよね。何が。福山君。何が。え、さきさんとか全然平気なの。そうだね。そのまま。え。どのままどのままって何。じゃあだから便座そのままってことでしょ。うん、そう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 、俺みたいにティッシュを引いたり。そうそうそう、分からない、拭かない、拭きもしない。うっかりその便座上げてて便座やと思ってインしちゃうことあるけどね。いやそれはちょっと待って、それはないわ。でもいや俺さ男子だからさ分かんなくて時々インしちゃうんだけど、えらいもんで落ちなくて、ここでそうだね、そうだね、グイってなる。いや、あの俺生まれてから2回ぐらいある。女子弁であれが上がってたらおかしいやん。あ、女子弁ではね。ああ、上がってるはずがないのが上がってたら。けど、達成する女性はいないんですよ。おらへんなぁ。え、どっち向きにどうすんの、それは。どうして女子便所はどう導入したらいい。え、逆立ちじゃね、分かんないけど便座が、うん、え、女子便所は、うん、あの便座上げる機能いらんってことや。あ、ほんま。あ、そうだね。そうなんや。いらんね。そうかそうかそうか。いらんもん。でもある。はい、この話でエンディングです。もうそんなんで終わりなん